今回の動画は、以前にここ2ヶ月ぐらい私 ZV-10 を使って動画を撮ってるんですけど、フォーカスが合ってねえよっていうコメントをいただいて、まあ確かに私もそう思いながらやっていたところもあって、反省を含めてちょっとその話題でやろうかなと思ってるんですけど、私が今までずっと1年間ぐらい撮り続けてるのがこのスマートフォンとワイヤレスマイクっていう組み合わせだったんですよ。でもこのワイヤレスマイクを使わなきゃいけない理由は、スマートフォンにヘッドホンジャックがないからです。まあ USB に Type-C から変換ケーブル出してもいいんですけど、意外と変換コネクタ類が多かったりとか、充電をしながら使えなかったりとかする問題があって、致し方なくこの Bluetooth のワイヤレスマイクを使ってやるようにしてたんですけども、まあ、このソリューションの欠点って、双方が充電された状態になってないとなかなか使いにくいっていうところと、まあ、スマートフォン側のストレージ容量が空いてないとダメだよっていう話があって、やっぱり問題はさあ撮るぞってなった時に、この両方がちゃんと充電されてて使える状態になってるかどうかっていうのが結構難しくて、まあ、動画を撮るだけで1日を過ごしているような生活ができれば全然問題ないんですけど、まあ、私みたいな、なんか他のことをいろいろやってる隙間時間で動画を撮るようなスタイルでやろうと思うと、意外とその瞬間にスマホのバッテリー残量がなかったりとか、ワイヤレスマイクどこ行っちゃったのとか、ワイヤレスマイクのバッテリーねえよみたいな、結構そういうことが起こりがちなので、そういう観点でちょっとスマートフォンで撮るのはやめようかなと思って今 ZV-10 を使っています。お前他にもミラーレス持ってるじゃねえかって言われるかもしれないですけど、まあ、どのミラーレスもですね、どちらかというとちょっとコンパクト系なので、まあ、どのミラーレスも外部の音声入力端子っていうのがないのをたまたま買ってしまっていて、カメラとしては使えるんですけど、こういうなんて言うんだろう、物撮り系というか、自分がカメラの前に座ってこうやって手元を出して喋るみたいなスタイルだと、内蔵マイクだとね、やっぱりちょっと不都合が生じるというか、音声の左右バランスとか距離とかがすごく変化するので、内蔵マイクじゃダメだと。で、まあ今ピンマイクをつないで使ってる感じになってるんですけど、まあ、ちょっとこうせざるを得ないっていうのがあります。で、一番最後に大きいのがスマートフォンの通知音とかバイブレーションで、まあ日常使いのスマートフォンってやっぱり10分とか20分に1回ぐらいはピローンとかシャキーンとか言うじゃないですか、まあ、それがですね、動画に入っちゃうので、マナーモードとかにいろいろ切り替えたりもするんですけど、やっぱり忘れたりとか、振動だけ伝わってグーって音が入っちゃったりとか、なんかそういう問題がいろいろあるので、まあ普段使いのスマートフォンでちょっと動画を撮るのはやめようかなっていうところから ZV-10 に来ていますね。で、やっぱりこの専用のカメラを用意したことで、動画を撮るハードルっていうのはすごく下がっていて、バッテリー残量も気にしなくていいし、ストレージ容量も気にしなくてよくなったので、快適に撮れるようにはなってるので、見てる方にとっては何のメリットもないのかもしれないですけど、撮る側の負担っていうのはすごく減ってるので、 ZV-10 自体を買ったことはまあ良かったんですよ。で、これからもこれを使い続けようかなと思ってるんですけど、今度起こってくる問題がですね、スマートフォンのこういう画素数が多いんだけども、センサーサイズが小さいタイプのカメラとかと、 APS-C とかマイクロフォーサーズみたいなちょっと本気寄りのイメージセンサーとかなってくると、やっぱりね、ちょっとその被写界深度というか、ボケとか焦点距離を気にしなきゃいけなくなってくるというか、まあ、そういうのを売りにして売られてるカメラなので、まあ、そうなっちゃダメだよっていうのもおかしな話なんですけど、ちょっとボケとかね、やっぱりその辺のシネマティック感が勝手に出ちゃうんですよね、カメラ側で。なので、そこをちょっと今までは商品レビューモードとかそういうのでごまかせないかなと思ってずっとやってきたんですけど、私の動画をちょっと改めて自分で見てもピンボケ率が高すぎるので、まあ、今回はちょっと今設定を変えてるんですけど、ピンボケしないというか、もう被写界深度を深くして、まあ、ある程度どこでもピントが合うようにちょっとしてしまうっていうスタンスで、ちょっとこれから動画を撮っていこうかなという感じで今考えてます。まあこれ今あれです、壁紙がちょっと上下ボケてるんで、この辺の映像上はボケてるように見えるかもしれないですけど、まあこれはもともとこの壁紙がこういう画像だっていうわけなんですけど、この辺の今まで手元で撮るともうボケて、あれ映んないなとかっていうシーンが結構たくさんあったと思うんですけど、なかなかそのピントが合ってる瞬間だけ喋ればカットできるんですけど、喋りながらピントが合ってるかみたいなのを確認しながらみたいな結構やるのって難しくて、ちょっと私の技量をちょっと超えちゃってるので、もうそういうピント合わせみたいなところに気を使わずに、ピントが常に合ってる状態のパンフォーカスな画像にちょっとしてしまって、撮った方がやっぱりいいなということで、 ZV-10 の一ついいところを殺してしまうパターンでいこうかなと思っていますと。で、このカメラはどちらかというと子どもの動画を撮るために買っているカメラなので、それがメインなんですけど、設定の問題なんですよね、切り替え。私もちょっとカメラをまだまだ使いこなせてないので、本当はもっと簡単にできる方があるのかもしれないですけど、おまかせオートみたいな、プレミアムおまかせもオートかわかんないけど、ソニーのインテリジェントオートみたいなやつを使うと、なんかこの部屋だとね、すごく暗い映像になっちゃうので、オートを使わずにマニュアルで今設定して撮っていて、画面のちょっと明るさを明るくなるように意図的にやってたんですけど、まあ、この辺の設定がカジュアルにパッと全体的に YouTube 用と子供用で切り替えれるようになれば、あんまりハードルは感じないんですけど、今ちょっと F 値を10ぐらいまで持ち上げて使ってます。もうこの標準のレンズキットが
SLP の1650ってやつなんですけど、 F 値がだいたい 3.5 なんですけど、 3.5 にするとやっぱりピントが合わないことが多くて、いいサンプルがあればいいんだけど、撮りながら変えれるのかな。あ、変えれるな。これでやりますね。普段今までずっと私これ撮ったんですよ。わかるかな。手前に物が来るとピントが合うようになってるはずなんですけど、ちょっと合わない、まあ、この辺じゃないと合わないですよ。ここだと全然合うのかな。うん、これが今カメラのレンズからね、だいたい20センチ、30センチぐらいかな。これが難しいところなんですよね。商品レビューだけだったらいいですよね。やっぱりハンダゴテを握りながらピントが合ってるかどうかとかね、そのタッチでピント合わせるとかできないんで、これどんなもんだろうか。ここだとはないな。だいたいね、20センチぐらいなんですよ。まあ、このカメラで今ピントが合う位置っていうのがだいたいこれぐらいになって、商品レビュー設定オンになってるけど、人が映ってるわけじゃないので、多分純粋に手前にフォーカスが移動してるだけだと思うんですけど、だいたいこれがレンズの先から20センチぐらいのとこなんですよ。最短が10センチぐらいのとこが来ちゃうと、もうそもそもピントがやっぱり合わないんで、うん、20センチぐらいのところなんですよ。ただ私が今このカメラを自分の前に置いて、そのカメラをまたぐようにして手をこうやって出して持つと、この20センチのちょうどギリラインぐらいなんですよね、距離が。なのでいつもこうやって私がフッてやった時は、レンズからこの物までの距離が10センチちょっとぐらいになっちゃってて、もうそもそもピントが合うっていう距離じゃなかったんですよ。だからそれが一番この動画の撮影上問題が起こったところなので、こうならないように今ここでピント絶対合わないんですけど、 F 値をもう諦めてボケないようにしちゃって 10とか11とかぐらいのところまで持ってくると、もう、まあ、画面のほとんどどこにいてもボケないっていう感じにはなると思うんですけど、うん、被写界深度的にも多分この辺が全部ピントが合う範囲に入っちゃってるので、この感じだったら全然パッと見しても見えちゃうかなと思って、ギリかな、どうだろうか、合ってます。ちょっと私もこれ動画見直してみないとピント合ってるかどうかわかんないけど、これもっと上げてもいいんだけど、この辺だと合うか。 F13 とか、この撮影環境の明るさにもよるんですけど、 F13 とか14とかそれぐらいでもいいかな。まあ、ちょっとやっぱなんかでもあれ、シャッタースピードが落ちるんであれですね、いまいちだな。 F10 ぐらいがやっぱり限界かな。これぐらいがやっぱり限界だなって気がしますけど、このぐらいの距離だったらまあ十数センチなんで、そんなに失敗することもないかな。まあ、やっぱりでもちっちゃいもん撮るとね、どうしても寄せたくなるんで。まあでもやっぱり難しいな。ちっちゃいものをこういう字とかを見せようかなとかって思うと、やっぱりカメラにこうやって物を寄せちゃうんで、その時にピントが合わない範囲に入っちゃうのはもうしょうがないかなって気がするんですけど、まあ、今ちょっとそういうところで悩んでるんですよ。いいレンズ買えばって確かに言われるんですけど、なかなかね、この動画のために高いレンズ買うわけにもちょっといかねえなと思って、まあ、他の YouTuber の方とかだと結構普通にあのハンディカム使われてる方とか多かったりするので、まあ、確かにハンディカムの方が使い勝手いいよなとかって思ったりもするところはあるんだけど、あと物撮り的にあんまりこの ZV-10 が、まあ、私みたいにちょっとあんまり作業するような動画を撮るのにこのカメラが向いてるかどうかっていう点で言うとちょっと微妙なラインではあるんですけど、ちょっとマニュアルでいろんな値を固定しながらちょっと撮るしか今のところ逃げ道ないかなと思って、これでいこうかなと思います。まあ、合ってるか合ってないかで言うと、まあ今までよりはマシかな、見えるかな、まだっていう悩みをずっと繰り返し続けてるので、もしかしたらちょっと1年ぐらいちょっとこのアングルで撮り続けてきてるのは、まあ、画面を映し込むのがすごく楽だし、後から合成とかなんか動画をいろいろ合体させるとかする手間がなく、編集時間が短縮できるという観点でちょっとこういう撮り方をずっとしていましたけども、やり方を変える時が来たのかもしれないですね。まあ、やっぱり YouTube に動画を上げてる以上は、その見える動画とか見やすい動画を作るっていうところにフォーカスしたいなと思う反面、
見栄えとか見やすさとか動画編集に時間を使ってしまうと、私のライフスタイルの場合ちょっと破綻してしまうというか、中身をやる時間がゼロになっちゃうので、ちょっとその辺のバーターではあるんですけど、フォーカスが合ってないとか、もう根本的な問題についてはやっぱり解決しなきゃいけないなとはちょっと思ってるので、簡単に撮れて後々問題が起こりにくいような方法で撮るっていうパターンを模索していきたいなと思ってます。正直ここ2ヶ月ぐらい私が上げている ZV-10 のカメラの映像がネガティブキャンペーンっぽくなってしまってる雰囲気は否めないですけど、どちらかというと私のこの動画の撮り方というか家庭のその撮影環境の問題で使いこなせてないっていうところが正直なところなので、商品用レビュー設定とか YouTuber としては全然使ってないんですけど、なんか普段子供を撮る時とか使っててもすごく便利なので、私の動画ではあんまりポジティブな印象を受けない ZV-10 かもしれないですけど、どうだろう、オートフォーカスに関しては圧倒的にソニーかなっていう感じがしますね。まあ、パナソニックとかの方が私はユーザーインターフェースとかいろんな面で使いやすいなと思いながらも、この ZV-10 のオートフォーカスの速度とか正確さは群抜いてるなと思いますね。パナソニックでここまで簡単にピッピッてフォーカス合うことがないので、そこだけはもう ZV-10 の価値かなっていう感じがします。はい、そんなところで、これからちょっと動画を撮りながらいろいろ試行錯誤していくパターンにはなるかもしれないですけど、ちょっと当面はこの F 値を大きくするっていうところと、カメラのアングル微妙に変えてみるっていうところで対応できればなと思うので、そういうところでなんかこれは最低限直した方がいいんじゃないみたいなところがあったら、ちょっとコメントいただけると助かります。私も多分自分で気づいてないところもあると思うので、まあ、部屋の中が汚いとかこの机の環境がどうとか、そこはちょっと勘弁してほしいんですけど、まあ、カメラの使い方とか設定次第でなんとかなりそうだなと思うところで、なんかご意見があれば遠慮なくちょっとください。私もちょっと勉強がてら対策してみようかなと思っています。